ハイゼリアの堀野社長がふざけんなよと政府に怒ってます。なぜ大手はダメなんだ。知事は大手の会社の人たちと話してるじゃないですか。東京の外食チェーン店そこが抜けたらこれこそ経済本当に危機ですよ。はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょう。トギユーチューバーの川町真一郎です。今日はですね。 この時短要請、緊急事態宣言下応じないあるいはふざけんなという声がですね、まあ、大手の外食チェーン店のオーナーたちから届いているわけですけれども、まあ、このテーマについて特に東京都はこの時短応じていただいたとしても協力金は大手には出さないということについてですねいろんな方から意見が出てまして私もまあ非常に 苦しい立場でありますけれども今の現状について皆様にお伝えしていきたいと思いますぜひですねこのチャンネルを訪れたことをご縁にチャンネル登録していただきまして下記にコメントをいただきたいと思います皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信政策定義につなげてまいりますがまたですね今あの週に一回ライブ配信にチャレンジしてましてそこで取り上げてほしいテーマもちろんあの東京都のこととか日本のこととか自民党のこととか政治のこともそうなんですけれどもそれ以外で 普段どんなことをしているのかとかってコメントもいただきますけれどもテーマに決めて毎回毎回テーマごとに皆さんにお伝えしていきたいと思いますのでそちらについての皆さんのご意見こんなことをしゃべったらどうだってことのご意見もコメント欄でお待ちしていますのでどうぞよろしくお願いいたしますということでまずこちらの記事を読みたいと思いますこれは朝日新聞デジタルに出てますけれども外食大手の支援金対象外官房長官基本的に都の判断と。 いうタイトルになってますが新型コロナウイルス感染症対応の営業時間短縮に応じても東京都内の大手外食チェーン店は時短協力金の対象外でファミリーレストラン大手のサイゼリアなどが支援を訴えている点について加藤勝信官房長官は14日緊急事態宣言の中でいろいろな措置が取りうるが基本的には都道府県知事の判断だと述べ国としての評価を避けたサイゼリアの堀野一成社長が13日の決算会見で 西村康稔経済再生担当大臣がお昼ならみんなとご飯を食べていいということではありませんとしてランチタイムの会食を自粛するよう呼びかけたことを念頭にふざけんなよという状況だと不満を表明外食産業に与える影響は大きい恐ろしいのは大手が潰れること多くの人が働く場所を奪ってはいけないなどと指摘していた加藤氏は記者会見で国は各地の知事が協力金を飲食店に出せるよう支援していると指摘した上で 大手を対象外としている東京都の対応について実効性ある要請にするために地域の実情を踏まえて適切に判断をされているものと思うと続けた加藤氏は一つ一つの都道府県の対応について国がああしろこうしろということではない国の仕組みではちょっと合わないところはこれまでもあったとも述べたということなんですけれどもこの件は結構いろんなところから問い合わせをだいてていろんな外食大手のチェーン店の皆さんからも 意見いいただいてますそしてその陳情を受けた国会議員の方たちもどうにかならないのか川本東京都は何考えてるんだというのを結構頂い,いてるんですね。で今回この都の協力要請金というのをま支給している現場の事務局となる部署は産業労働局というところなんですけどもここに、まあ、去年の緊急事態宣言の最初の時から中小小規模事業者の皆様に協力金は出しますよとずっと言ってました。 大手は出さないと言っていた。で、なぜ国会議員の人たちが私たちのところにね文句を言ってるかというと、国はお金出すって言ってるんだからと。国は出すんだから、なんで東京都は出さないんだっていうことなんですね。え、国はまあいわゆる今今回の協力要請金というのは8割は国です、2割は都ですって言われてますけど、この2割を東京都は出し渋ってると、なんなんだよと。 大手ののはそのまま死んでもいいのかっっててそれはは怒ってるのは当たり前ですよね。まあサイゼリヤのこの堀野社長はまあランチタイムもいい,あのいいわけじゃないみたいなこの西村大臣の発言に対して怒ってますけれどもやっぱり大手になれば何が違うかというと余計にやっぱり家賃かかります面積大手だから大きいそして従業員もその人たちをどうするのあるいはアルバイト学生のアルバイトだとかもいるしこういう人たちどうするのっていうテーマに対して。 真っ向から東京都は今答えていないなな状況なんですよねでもこのことがニュースになるといろんな議員がこれは政党関係なくこの問題おかしいよねおかしいよねと言いますでも私たちはじゃあどうするのっていうことを議論してきたわけですねだからこれ経済産業省系のまあ人たちいわゆるあの国から来てる意見からするとななんんで東京出さないんだよそうすると最終的に何かというと東京都の財政担当者が「 少しでも協力金を出すことを渋ってるんじゃないかとそういう結論になるわけですじゃあ皆さんの生活様式変えていきましょうこの,この緊急事態宣言の中で行動を変えていきましょうという時にファミレスやそういう外食大手チェーン店がなかったらどうなるかただですよもう,もうただただって続いちゃって申し訳ないんですけれども都内のさまざまな企業があります。特に 東京のオフィス街と言われてるところの企業のサラリーマンの皆さん方は会社から会食は行くなってまあ今までの,その会食ありましたねこれは仕事なのかどうかってまあ政治家の会食もありましたけれどもそういうことも含めて会食を控えるようにあるいはもうそういう居酒屋さんとかにも行くこと良くないんじゃないかというような雰囲気をまあ会社の中でできてるとルールも明確にルールにしているところもあるしそういう雰囲気にできているところもあると。だとするとなかなかその外食チェーン店に行かなくなってるわけですね。 でこれ原点に戻るとなんでいかないかといったら感染拡大防止のためにいかないのであってこの行政やまあいろんな都道府県だとか国が決めたルールに向かって国民が動いた結果外食大手が経営厳しくなるんだったら何かサポートしなきゃいけないとで東京都の方は大手だからいっぱい国だとか金融機関の支援を受けられるじゃないかとうちが支援しなくてもいいし今まで東京都は大手に支援したことないんですよっていう話なんです。よ でもその一方で小池都知事はその出勤7割減みたいな時に経団連と話してるわけですね。大きな会社と知事は話してるのに現場は大きな会社とはやり取りしてないってこれは矛盾してるでしょって知事が経団連って大きな会社の代表団と話してるんだったらこの協力金も一緒にすべきじゃないかというのが私の主張ですけれども単純にあのこのサイゼリアの堀野社長がおっしゃるように 大手の企業が一個大変な目にあったらもうそこで働く人例えばそのテナントを持ってる人たちみんな経済ダメになっちゃうわけですそのことがよっぽどやっぱコロナのね後に向けて大変なことになっちゃうのでやっぱり医療体制整えるために医療提供体制が崩壊しないためにこの時短要請であるならば。 今前回と去年とは違うと今大手が本当に大変そこに納入している人たちもみんなつながって大変になっていくのでここを支えるという政策を私は今一生懸命訴えていますでこのことをご理解いただくためにはこの間の都立病院の広尾病院のね妊婦さんの定員みたいにやっぱりいろんな皆さん方の声ネット上からバズってバズって小池さんが動かざるを得なくなったその声を皆さんと一緒に作っていきたいし国は明確に都が判断すればこれお金出るんだと。 っていうふうに大手チェーンについて明確に国は言ってるわけですからこれはもう国のせいだと言わないけで国お金出してるんだもんだから皆さんと一緒に小池都知事が決断するように都知事の側近のメンバーが、まあ、これは出さなきゃいけないと思うような、ね、世論を作っていきたいと思いますのでまた皆さんのコメントが大切になっていきますそれで皆さんのコメントをもとに私もいろんなことでまた活動をしていってですね世論を動かしていきたい小池知事の心を動かしていきたいと思いますのでお力、よろしくお願いします。 最後になりましたけれどもぜひ、鍵にコメント皆様あの、いろんなその今日の動画の内容のコメントもそうだしそのほかも含めて、まあ、いろんなことを皆さんのコメントをお待ちしています。